たちゃんおはよう。最近はおもちゃで遊んでくれるようになりました。楽しいですか？今遊んでる。あ、ほら遊んでる。たまたま手が当たったんじゃない。どう見てもちょっと怖いよね、このおもちゃ。ピグレットとか首吊られてるしね、プーさんも。よく見るね。たちゅー、たちゃんおはよう。今日はのりちゃんが何かいいものを作ってくれるみたいですよ。今日のチャームポイントはここです。ここの髪型です。可愛いですね。笑わない。全然笑わないじゃん。どうしたの？カメラがね、あると緊張しちゃうんだよね。レモンは緊張してるか。あ、ダメだ、怒ってる。怒ってないよ。じゃん、今日のお昼です。最近は YouTube でレシピを探すのにハマってるんですよ。今回はですね、料理研究家の高天傑さん、登録者100万…あ、高天傑か。天傑じゃない。あ、高天傑か。100万人以上いる方のね、鶏肉のニンニク醤油煮を参考にしました。今回で作るの2回目で、1回目はね、めちゃくちゃ成功したんですけど、今回は焦げました。そう、だからこんな黒いんですよ。いや、前回の見せてあげたかったから、マジで美味しかったね。柔らかい、全然美味しいわ。よかったじゃん。でも前回の方が美味しい。焦げなかったから。うん、本当にバズレシピと高天傑さんのレシピを作っておけば本当間違いない。お買い物に行きます。今日はうたちゃんのよだれカバー、いや、ハムハムカバーって言った方がいいかね。初めて聞いたんです。この辺をね、最近ハムハムするようになったので、声入ってるかな？入ってる。ハムハムするので汚れないようにここにカバーをつけるんですけど、それを手作りしたいと思います。何でも手作りでするんですよね。節約節約。実はこのこれこれ毛布、抱っこ紐についてる毛布がずれ落ちないように、これね、そうポチッとするやつ、そうスナップボタンつけました。これものりちゃんがやったんですよ。素晴らしい、素晴らしい。100均には便利なものがいっぱいあります。今日はハムハムカバーを。これなんていうのじゃ。うん、毛布。毛布にポチッとするやつがついてるやつ。これだけ超長いじゃん、名前が。ハムハムカバー作ります。何しようかな、青。ついでに猫のおもちゃも作ります。毛糸で編みます。今使ってるのボロボロになって汚れていった。すごい行列ですね、ダイソーさん。今日は土曜日？わかんない。なんか曜日感覚がないな。土曜日かな。あ、今日週末か。週末か。わかんない。テレビとかも見ないからわかんない。キラキラの毛。家に帰ってきまして、これから作るそうです。上から撮ってよ、下から撮るのやめてよ。いいね。そんな変わらんねん。ある、ある。もっと上からでもいいよ。ちょっと踏まないで。レノンが邪魔してくる。タオルとさっき買ったボタンと、あと刺繍糸を使います。このタオルをね、4等分に切って、まあ、このサイズになったやつを2枚重ねて縫い合わせて作っていきます。お、いいね。出来上がりまで少々お待ちください。はい。レノはもうちょっと待ちな。もうすぐおもちゃもできるらしいからな。おもちゃは今日できるかわかんないけどね。おもちゃ、おもちゃ、おもちゃ、ちょっと邪魔しないでね。お尻出して、おもちゃ。笑ってますね。そうそう、その笑顔を撮りたかったんですよ、私は。猫は寝ないので寝室に行きます。さよなら。寝室でミルク飲んで寝ます。さよなら、お父ちゃん。さよなら。お父さんがいて嬉しいね。笑っちゃう。今声出して笑っちゃう。かわいい、かわいい。やってないのに。カメラが止めれないんでしょ。どうしたの？なんか
ツボに入ったみたい、うん、あれから何分経ったかな、1時間ぐらい経ったかな、そんな感じ。ウタちゃん寝かしたりしてるからね、うん、どうですか進捗状況は。まあ、縫ってる。あ、すごい、周りに縫ってる跡が見える、うん、今ね、縫ったのでこれをね、裏返します。線が見えないようにするってこと。そうだよ。なるほど。線が見えないようにって、まあ、端っこをきれいにする。なんか見ながらやってんの。うん、作り方見てる。バチェラーと見ながら作り方両方見てるってこと今はバチェラー見てるぬいちゃん、バチェラー見てる時が一番なんか楽しそう一人ではしゃいでます面白いでしょげんちゃんも作業中に横でバチェラー見られると気が散っちゃうでしょ見ちゃうでしょ。ぬいちゃんがはしゃいでるんで、うん、見ちゃう。またキスしたんだよとかダメだよ、そういうこと言っちゃう。これから見る人がさ、楽しみにしてるんだから。そうか、失礼失礼。ダメだよ、波乱なんだから。波乱の展開だよ面白いのでぜひ見てくださいほら、こんな感じ。これでまたね、一周のあのでボタンつけて、でそれをこうやってパチパチってこうやって止めて使う。あー、すごい。ほら、いい感じのサイズ感。いい感じだね。うん、で、これをね、2つ作らなきゃいけない。あ、そうか、まだもう一個あるから、まあまあ時間かかるね。確かに手縫いだからね。これミシンがあったら一瞬でできそうだけど。あー、なるほど。でもミシンはいらない。確かに。でっかいものが届きましたね持てますか。持ってるよもう持ってるよ。うたちゃん宛て。ボバちゃんからうたちゃん宛て。さあ、なんでしょうね。ちょっとサイズが大きすぎるんじゃない。超でかいね洋服にしては。洋服超いっぱい入ってる開けてみましょう。お願いします。おひなさまです。ちっちゃい。我々は別にわざわざひな祭り、ひな人形を買うつもりなかったんですけど、ばばちゃんが買ってくれました。そう、このサイズだよ。とてもコンパクト、ひな人形。ちょっとまた飾ったら見せます。今日はまだ飾す。今日はまだいいんじゃない。ふぃ、ふぃ、ちっちゃい。もうすごい、立ってる。ウタちゃん、すごいですね。ウタちゃん、すごい。あ、すごい。チューわ。足がしっかりしてる。しっかりしてる。お、すごい。そうじゃん、一人で。お、すごいね。お、すごい。お、お、ピッとしてるね。お、休憩。現在、何時だ？時間言う必要ある。そんな、ずっとやってないから。もうすぐ完成です。ボタンをつけてます。あとちょっとでできるけど1個しかできない。まあでも大体うたちゃんが噛んでるのって片側だけでしょ。うん、今んとこはね。頑張れ。すごい近くで応援されてる。できました。じゃーん。まあ、すごい。洗濯も可能。洗濯も可能。つけてみたな。つけてみましょう。大体左側かも、うん、そうね、ハムハムしてるから、うん、こっちにつけてみます。くるっとしてここでパチッと止めるだけ。お、ぴったんカンカン。ハムハムカバーの出来上がりです。ちょっとハムハムしてみて。ちょっとあとこっちも明日作ります。素晴らしい、クリエイティブ。やっぱ手縫いが時間かかったね。そうなんだ。めちゃくちゃ時間かかった。ミシンだね、うん、こういうのはミシンがいいね。楽しかったです。はい、今日の Vlog はおしまいです。さよなら。今回はですね、本題に入る前に誰でも簡単に気軽に最大9500円をゲットできる方法っていうのを紹介したいなと思います。一つ目は LINE 証券ですね。今、口座開設して、めちゃくちゃ簡単なクイズ2問正解するだけで、3000円相当の株もらえます。日本株ですね。私だったら、その候補の中にある一番高いものを選んで、売却して、投資信託に乗り換えますね。自己資金ゼロで、投資信託が始めるチャンスです。口座開設の申し込み自体も3分から5分で終わりますんで、ぜひね、試してみてください。二つ目が、ストリームっていう株取引アプリですね。
これはですね、今口座開設するだけで最大5000円分の株がもらえます。くじみたいになってて、僕はなんか元宝で2000いくら分の株をもらいました。まあ運がいいと最大5000円ですね。口座開設するだけでそれだけ株がもらえるんでラッキーですよ。で、僕だったらすぐ売ってアメリカの株でも投資だけでも買いますね。で、ストリームは日本株も米国株も取引手数料が無料なんで気軽に取引を行えるんでおすすめです。で、3つ目がみんなの銀行ですね。これはですね、スマホアプリで完結できるオンライン銀行です。これね、私も使っててかなり便利ですね。一つの口座の中に複数の口座みたいのを簡単に作ることができるんですよ。投資用とか貯蓄用みたいなの。これはですね、概要欄に記載の紹介コードを使って口座開設するだけで1500円入ります。だから合計するとマックス9500円ですね。全部で、まあ、30分もかからないと思います。まあ、自己資金ゼロで株を始めるチャンスでもあるんで、ぜひね、ご活用ください。それでは本題です。どうも元気です。投資初心者とかこれから投資を始めたいと思ってる方に私はね、言いたいですよ。この今の株価が下げてる相場っていうのは長期投資家にとっては大チャンスですよ。もう安く仕込める大チャンス。今バーゲンセール中ですよ。安心して笑ってください。不安になってしまう気持ちはわかります。利上げとかね、QT とかね、米国のインフレどうなるかとか、もう目に見えてる問題たくさんありますよね。今後しばらく下がっていくのかとか、横ばいなのかとか、予想つきづらいですよね。ただね、相場を予想するっていうのは長期投資家にとってもうあまり意味がない行為ですね。むしろこういう相場来たらもう喜んで買い迎えるくらいの気持ちが大切だと思います。前回の動画で長期投資を失敗に導く行動について説明してますんで、ぜひね、ご覧ください。いや、その動画にこういうコメントもあったんですよ。含み益がなくなったら笑ってられるでしょうかと。私の含み益なんてもはやすっ飛びそうですよ。ただそんなの関係ないですね。本当に笑えます。ドルコスト平均法でインデックス投資をしてる人だったら自信を持って笑えるんじゃないでしょうか。こういう相場だってチャンスですもんね。購入単価を下げるチャンスですよ。安く仕込めるチャンスですよ。だから今日はですね、投資を始めたばかりとか初心者の方に向けてですね、ドルコスト平均法でインデックス投資をし続ける限りですね、こういう相場っていうのはチャンスでしかないんだよっていうのを説明したいなと思います。インデックス投資ですからね、前提は。個別株じゃないですよ。ドルコスト平均法っていうのは、株価がね、右肩上がりになっていくものを前提としてるんで、個別株ってわからないじゃないですか。その企業がイノベーションを起こして成長するかどうかなんて誰もわからないんで、だからドルコストには向いてないと思います。インデックスはね、世界とかアメリカのどの企業かわからないですけど、イノベーションを起こして成長する企業っていうのに、まあ、勝手にね、分散投資できるんで、成長の波に乗っかれるんで、このドルコスト平均法が向いてるんですよ。ちなみにドルコスト平均法って何かっていうのは、まあ、大体の人は知ってると思いますけど、毎日とか毎月、まあ、頻度はどうでもいいんですけど、一定額をその投資商品購入し続けるっていう方法ですね。これはね、本当に素晴らしい投資方法なんですよ。負ける確率がとても低い、限りなく低い方法ですね。やっぱり私の資産運用の目的っていうのは、なるべく資産を減らさずに長期的に確実に増やしていくことだと思ってるんですよ。もちろんね、リターンだけを求めたらこの方法よりもいい方法ってあるかもしれない。ただそれが長期的に稼ぎ続けれるかっていうと、それは話は別ですよね。だからこの方法っていうのは、もういかに負けずに資産を増やしていくかっていう観点だと、もう最適解だと言われてますね。で、僕もそう思ってます。まあ、例えば楽天 VTI とかっていう投資商品に毎月1万円をっていう同じ金額を積み立て購入していく方法ですね。何がいいかっていうと、金額が決まってるんでね、基準価格が上がればその分少なく買うことができるし、基準価格が下がればその分たくさん買うことができるっていうね、勝手にプロみたいなトレードができるんですよ。だから高値掴みも避けれるし、安い時には大量に仕込めるっていうね。つまりですね、下落とか横ばいとか繰り返しながらこう徐々に上昇していく場合、まあ、インデックス投資だったらほとんどそういうパターンですよね。そういった場合にリターンがね、大きくなるというか、メリットを享受することができるんですよ。まあ、つまり今年みたいな相場を持ってこいってことなんですよ、要は。ちなみにね、こう投資を始めた直後に暴落が来てしまったよーって時に、ドルコスト平均を続けた場合どうなるかっていうのは、一応簡単にですけどシミュレーションあるんで、ぜひねご覧ください。これはですね、投資信託の基準価格を一口1000円でスタートしますと仮定します。
で、それをですね、毎月1万円ずつ投資信託を購入したとします。そして投資4年目にマイナス 55% の暴落を経験したとします。そして10年目まで横ばいとか微増を繰り返しながらこう元の株価に戻す、まあ、このパターンでシミュレーションしたいと思いますね。そうするとですね、1年目っていうのはまあ基準額1000円なんで、毎月1万円ずつ買い続けたとしたら合計120口買うことになりますよね。で、2年目は800円にまで下がるんで150口で、3年目は600円で200口、4年目は450円で 266.7 口。株価がこう下落していくと、それに合わせて、まあ、1万円って決まってるんでね、購入口数はその後増えていくわけなんですよ。で、5年目が横ばいなんで450円、 266.7 口と。で、6年目は500円で240口で、7年目、8年目は550円で 218.2 口で、9年目が600円で200口で、10年目が1000円で120口と。株価がこう上昇していくと、それに合わせて購入口数も減っていきます。うん、まあ、これがドルコスト平均法ですね。なので、この10年間というスパンで見ると、累計の購入口数っていうのは 1999.7 口で、投資総額は120万ですよね。つまりですね、平均取得金額っていうのは約600円になるんですよ。そうなんですよね。高い時は少なく買って、安い時は多く買うってことで、平均取得単価がね、安く抑えられるんですよね。まあ、これがまたいいところなんですよ。で、これがどういうことかっていうと、最初に暴落が起きたとしても、株価がこうちょっと戻ってきて、9年目ですね。最初に比べたら 44% も下落してる時点なんですけど、積立額が108万円で、評価額が112万7818円なんで、プラスになってるんですよ。で、株価が完全に回復した10年目には、評価額が199万9697円になって、プラス 67% にもなってるんですよね。たとえね、投資を始めた直後に暴落が起きても、ドルコストさえ続けてればですね、そこから少し回復してくれさえすれば、プラスになるんですよ。すごいですよね。で、ちなみに一括投資の場合っていうのは、もちろんね、1年目の購入価格1000円なんでね、ずっと1000円のままですよ。平均取得金額っていうのは。で、10年目にやっとプラマイゼロになるっていう結果になりますよね。もちろんね、まあ、暴落した時にも、まあ、ドルコストで買い続けるっていうメンタルは必要なんですけど、まあ、米国とか全世界であれば、まあ、成長し続けるっていう前提があるんで、株価が下落し続けるっていう可能性は限りなく低いんでね、買い続けるっていうことは可能ですよね。まあ、自動定期積み立てさえしておけば、こっち側何もしなくても勝手に買えるんで、まあ、楽ですよね。まあ、それにですね、一括投資して直後にね、暴落が来てしまった場合に比べると、まあ、メンタル楽ですよ。いや、一括投資の直後に暴落来たら、ただメンタル相当きついと思いますよ。だってもういつ戻ってくるか分かんないですからね。まあ、シミュレーションを見たら分かるんですけど、見ても分かるようにね、暴落が来ても焦らずにドルコストで淡々と買い続けるっていうのが大事なんですよ。これはね、超簡単なシミュレーションなんですけど、実際どうなんだっていうのも一緒ですね。例えば、こう、1929年、世界恐慌っていうね、最大の暴落っていうのが起きてるんですよ。1929年、 S&P500 が31ポイントだったのが、まあ、1年ぐらいでね 87% ぐらい暴落して、でその後20年かけて、まあ、1948年にはこう15ポイントぐらいも戻すんですよ。だから31から4まで落ちて、で20年後に15まで戻るんですよね。20年かけても元の水準には戻らないんですよ。ただこの時でもドルコストで続けていけばしっかりと利益を出せます。うん、これはね、シミュレーションしたらすぐ分かります。まあ、世界恐慌でさえプラスになるんで、もちろんブラックマンデーとか IT バブル崩壊とかね、リーマンショックとか、今回コロナショックも一緒です。バックテストで検証する限りですね、まあ、暴落が来てもドルコストやっとけば、株価が戻りきってなくても利益が出るっていうことなんです。もういろいろ調べていくと、よりね、このドルコストでインデックス投資をするっていうのがもう本当に素晴らしい方法なんだなというのが分かってきます。もちろんね、デメリットもありますよ。まあ、ドルコストっていうのは、まあ、株価がね、本当に右肩上がりの時っていうのは、ドルコストの方が弱いですね。時間分散なんで、複数回に分けて購入していくってことなんで、ずーっと右肩上がりの場合は、やっぱり購入単価上がってきますよね。なので、やっぱ最初に一括投資をした場合の方が、リターンっていうのは、その分大きくなります。うん、米国インデックスっていうのは、まあ、長期的に見るとね、こうずっと右肩上がりなんで、結果的には一括の方がリターンは圧倒的に有利ですよ。ただね、まあ、結果では分かっていてもですね、やっぱ人間のメンタルっていうのはそこまで頑丈にできてないんですよ。いや、今年の相場見たら分かりません？2022年入って、あれ1ヶ月しか経ってないのに、この荒れようですよ。インデックス投資してるにもかかわらず、慌てて利確したりとか、損切りしたりするっていうのが、続出してるにもかかわらず、一括の方がいいっつって最初に一括して、ね、今回の相場を迎えた場合っていうのはやっぱりメンタルきますよね。
そういった意味でもドルコストっていうのはすごいね、いい投資方法なんですよ。だから理想はですね、一括投資も分割投資両方する余裕があるのがやっぱり理想ですね。まあ、なかなかそんな人もいないと思うんで、まとまったお金があったとしても僕はドルコストで分散して購入していくっていう方法をお勧めします。あとはね、運用金額増えてくると効果が薄くなるっていう、まあ、ものもあるんですけど、まあ、それはそうですよ。運用金額がたった1万円の人がね、マイナス 50% 暴落しても、マイナス5000円になるだけなんでね。毎月1万円積み立ててるんだったらすぐ取り返せますよ。まあ、ただ運用金額がね、大きい人っていうのは暴落した分って取り返すの大変なんでね。それはドルコストで毎月ちまちま投資積み立てしてっても、なかなか取り返せなくなりますよ。そういった意味でも言えるのが、やっぱ投資を始めたばかりの人っていうのは、このドルコストでインデックス投資のメリットっていうのを受けやすいんですよ。特にこういった相場だとね、購入単価どんどん下げることができて、多く仕込めることができるんで、タイミングを待つのはいかに愚かなことかっていうのはわかりますか？もう今こそバーゲンセール、安く仕込めるチャンスなんですよ。うん、こういうことがわかると笑えますよね。要は10年後、20年後に今より上がってればいいんですから。多分上がってるんで。だから僕はですね、もう投資始めたばかりの人も、初心者の人も、投資中級者、上級者の人も、もうドルコストでインデックス投資が最適解だなと僕は思ってますよ。初心者だけじゃない。うん。今日はそんな話でしたね。それでもね、やっぱり個別株投資したいよっていう気持ちはわかります。まあそれでね、市場平均を上回るかどうかって別です。ただ単に、一山当てたいっていうこの欲をね、満たすために個別株投資するっていうのがすごいわかりますね。そういった人にはやっぱりPayPay証券おすすめですよ。なぜかっていうと米国株にも ETF にも1000円から投資できるからですよ。 LINE 証券もね、少額からできるんですけど、米国株は対象じゃないんで、PayPay証券がおすすめですね。やっぱアメリカ株も有名なね、企業になると、例えば Amazon とか Google になるとね、1株20万円ぐらいしたりするんで、なかなか手出せないですよね。でも1000円から投資できるんで、自分の欲を満たすには最適ですね。だからサブ証券口座として PayPay 証券はおすすめです。概要欄にリンクありますんで、そこから口座開設できますんで、ぜひご活用ください。ということで今回はですね、もういかにドルコストでインデックス投資をし続けるっていうのが、素晴らしいかっていうのを語りました。これから投資を始めたいけど、ちょっとタイミングがわからないなって人はね、もう今すぐ口座開設して、ドルコストでやっちゃいましょう、今からでもね。うん。そしたらね、どんどん安くなれば安くなるほどね、多く仕込めるんで、うん、今がチャンスですよ。それではさよなら。